ご視聴ありがとうございます。旅する着物男子、バオシンです。この旅行動画にコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。早いもので、今回の旅行シリーズ、只見線復活編第3話になりました。この映像を撮っているのが、2022年10月の中旬ということで、およそ2週間前、2022年10月1日土曜日、11年という長い長い時間を経て、ようやく秘境の路線、JR 只見線が全線再開通となりました。本当におめでとうございます。只見線をなんとか復活させたいというたくさんの方が尽力された結果だと思っています。そんな JR 只見線の記念すべき復活に微力ながら、何か僕なりのお手伝いができないものかなと思いまして、お手伝いというのもなんですけれども、ただ普通に只見線に乗るのも間違ってはないんですけれども、もう一工夫した方が楽しんでいただけるんじゃないかと思いまして、いろいろ考えました。それで只見線では毎年秋に臨時の観光列車が運行しています。只見線満喫号と言います。去年までは普通区間がありまして、会津若松から会津川口駅までの限定的な運行だったんです。今年は只見線全線再開通ということもありまして、会津若松から只見駅まで直通で運行しているということで、じゃあこれに乗る以外の選択肢はないよねと思いまして、早速1ヶ月前に指定席券を入手しました。そうそう、説明が遅れました。僕が今いる場所は只見線満喫号が入線する会津若松駅4番ホームにいます。簡単に説明をします。只見線満喫号は指定席が2両、自由席が1両、3両編成で運行するそうです。指定席券を購入する場合は大人1枚530円が必要となります。それから途中停車する駅ご紹介します。一つが西若松駅、その次が会津坂下、そして次が会津柳津、この次が会津宮下、そして会津川口駅と、こういう順番で終点の只見駅に向かいます。僕が知っているのは以上です。雑ですいません。もうちょっと説明しろよと言われるかもしれないんですけれど、遅ればせながら只見線の復活を僕なりのアプローチの仕方で立ち会いたいなと思っています。そんなこんなもありまして、グダグダなオープニングになってしまいましたけど、とにもかくにも只見線満喫号で楽しむ JR 只見線の鉄道旅行、一緒に楽しんでいただけたらと思います。もちろん観光列車になりますので、今回の只見線満喫号の旅も観光列車で楽しむ旅行記という再生リストに加えさせていただきますので、これまで配信させていただいた作品と一緒に楽しんでいただければなと思います。それでは只見線満喫号の旅を一緒に楽しみましょう。お弁当を予約していて、それを買っている間にもう入線していました。こちらが今回僕が乗車する観光列車、只見線満喫号です。これ以上の説明は不要です。指定席券もありますから、とにかく乗ります。これが駅の構内で取り置きをしてもらった駅弁です。大人の秋ご飯。入荷した数が少なくて、取り置きしていなかったら買うことができなかったみたいです。いや、本当に間に合ってよかったです。ちょうど駅員さんたちが只見線満喫号の見送りをされているところです。乗り込みまーす。乗れるかな ?1 号車の16なので。一応乗車できることはできました。でも指定席券すべて完売終了しているので、只見線臨時列車の只見行きです。まもなく発車いたします。只見線満喫号を出発しました。会津若松駅を出発です。現在の時刻10時17分です。検討させていただいております。タバコはご遠慮ください。あっという間に西若松駅に着いてしまいました。僕もあまり情報を持ってないので聞いてみたら、途中で5つ停車駅がありますけれども、その途中途中でいい景色が撮れれば頑張って撮ってみたいなと思います。西若松駅10時27分出発しました。次の停車駅が会津坂下駅になります。指定席券の確認も終わりまして、これでやっとこの観光列車の旅が始まった気分になりました。
10月なので稲の刈り入れもほぼ終わって、圃場にまだ稲穂が残っているところもありますけれども、刈り入れが8割ぐらい終わったような状況で、車両基地の色合いが強く見える会津若松駅を出発しておよそ25分程度経過しまして、周りは農村地帯という雰囲気に変わってきました。さんに聞いたら、会津坂下駅から先が只見線の綺麗な景色がたくさん見られるということで期待してくださいと声かけてもらいました。もう中、会津坂下駅です。今ホーム入りました。ホームの周囲にススキと名前はわからないんですけど、黄色い花が本当に綺麗ですよ。ドアがもうすぐ開きます。久しぶりだ。半年ぶりの会津坂下駅です。会津坂下駅を並び行きです。まもなく発車いたします。会津坂下を出ますと次は会津や内津に停まります。名残惜しむ暇もなく会津坂下駅出発です。ここからが只見線の本領発揮です。僕は3月に大雪が降った時の只見線しか知りません。10月の只見線はどんな風景を見せてくれるのか非常に楽しみです。王子駅に向かって伸びている坂道を上がっています。確か10月1日の運転再開時にトラブルがあって、乗客の皆さんこの線路をずっと歩いてたっていうことを聞いたんですけど、間違ってたら本当ごめんなさいなんですけれど、今日は何の問題もなく進んでいます。あれは多分嬉しさが余ったんでしょうね。だいぶ風景が変わってきました。まもなく会津や内津です。出口は右側です。会津や内津といえば駅舎の外に展示されている蒸気機関車が有名です。それから会津の赤べこの伝説が生まれたのが柳津なんだそうです。会津柳津駅を出発しました。ホームにたくさんの人がいらっしゃるんですけれども、お顔を映すわけにはいかないので映像には映ってませんけど、手を振る形で答えさせていただきます。またいつか来たいと思います。ありがとうございました。正直なところありまして、睡眠時間が十分に確保できていません。それは単なる僕の都合でしかないのを重々承知しております。こういう景色を見ながら目を覚まして元気に過ごしたいなと思います。次の停車駅が会津宮下駅です。これでもう何本目でしょうね。今抜けました。列車が減速しました。あ、これだ。ここです。今ちょうど第一只見川橋梁を通過中です。ちょっとだけ周囲の木々が色づいてますね。あ、もう通過してしまった。残念。息つく暇もなく、第二只見川橋梁が迫ってます。なんとか収めたいと思います。ただいま第二只見川橋梁を通過中です。会津宮下駅に着きました。
明日行き着きました。会津宮下駅を出発です。次の停車駅は会津川口駅です。会津宮下駅の方で地元の方が乗り込まれまして、どうやら生歌の披露をしていただけるようです。船橋に配慮して録画を映すことはしませんが、楽しみに聞かせていただこうかなと思います。あー、また只見川が木々に隠れてしまいました。本当に只見川、いつ見ても綺麗だな。ご乗車いただいた皆様に歓迎の意を込めまして、今から会津川口駅までの約10分間、三島町畳部サークルの皆様に昔語りを披露していただきます。北会勢よくご覧となんし、今通り過ぎた駅は早戸駅っつうだけど、鶴の湯温泉っていう隠れた温泉があるのなし。いい道ができたよ。そんないい話はな、誰が行くのもな、近隣在のみんな知ればなのな。そこにお湯が出てんだから、これだけも入っていいよって東亜を持たなくなるようになっただろう。何もいい年前に年の人様さんお参りしてた。いや、すみません、ちょっと二人でな、今年もいたんだろう。そうしてもお父様のお席でパチパチと言ってよ、どうしてどうか今年も一年長くていただきますようにお願いします、なんて言って、カメラ持ちながら拍手ができる、本当素敵です。この鉄橋が見えるということは、もうそろそろ会津川口、会津川口来ます。会津川です。半年ぶりに足を運びます。只見川を超至近距離で見ることができる絶景の駅にもうすぐ到着します。一番後ろ1号車となっております。会津川口駅出発です。あまりゆっくりする時間がなかったですね。会津川口駅出発しました。もうここから先停車駅はありません。終点の只見駅まで走り抜けます。もうすぐ第五只見川橋梁というか、今只見川橋梁今通過中です。2022年3月に復旧具合を見に行った本当に思い入れの深い橋、たった今通過していきます。奥会津五町村に関連するクイズの応募用紙いただきましたんですけど、そんなに詳しいわけじゃないから多分当たらないだろうな。応募して只見駅にある応募箱に投函するのかな。これは確かにここに只見駅に設置してある応募箱に投函してくださいって書いてある。それで今第六只見川橋梁で通過中です。只見線全線運転再開記念クイズ答えてみましたが、全くわからないので適当に丸をつけてしまいました。この映像を見ている方、正解お分かりになるでしょうか。もしわかるようだったら、ぜひ只見線満喫号に乗ってこのクイズ参加してみてください。僕はもうボロボロです今思い出したんですけど、お弁当とか買っておきながら、結局のところ食べる時間もなくて、お茶も一滴も飲む余裕がなくて、この次に配信する旅行動画の中で3泊4日2日目のお宿を紹介するんですけれども、改めて食べればいいかなと。荷物は増えちゃいましたけど、ポジティブシンキング大事ですから。どにもかくにも至らないところもあったかもしれないんですけども、綺麗な景色楽しんでいただいたら肩の荷物になるという気がします。
ちょっと取り損ねちゃったんですけど、通過した場所で待ってたよ只見線っていう横断幕見かけました。只見線の全線再開通を待ち焦がれてた人々がいたっていうことですよ。この全線再開通は何か新しい一歩のような気がしてなりません。第七橋梁が見えてきましたよ。寄せ眼下には只見川が流れております。見づらいですけど、第七只見川橋梁を通過中です。本当復活してくれてありがとう。君がいなかったら只見まで行けなかったよ。取り損ねましたけど、お帰り只見線という旗がひらひら揺れてました。沿線の人々の待ち焦がれていた気持ちが旗に現れてますよね。同じ思いです。ちょうどトンネルを抜けて立っていた今、只見町に入りました。只見町に来るのは僕初めてですね。只見町の魅力をまるっと知ることができる町の総合観光施設です。ここでしか買えない只見町ならではの特産品や只見線のグッズを販売しています。その他、併設してある軽食コーナーでは手作りの軽食を楽しむことができます。レンタサイクルの貸し出しも行っておりますので、ちょっとそこの只見ブナと川のミュージアムまで行きたいっていう方や、只見町の絶景を求めにちょっと遠出したいなっていう方はぜひぜひご利用ください。あと4分で只見駅到着です。あっという間の2時間20分でした。只見駅に着きました。到着です。只見駅に着きました。というわけで、只見線満喫号行って2022年10月1日に全線再開通した JR 只見線の旅をご覧に入れました。どうだったでしょうか。至らないところもいっぱいあったと思うんですけれども、楽しんでいただければと思います。これからいろんな方が関わって只見線復活につながっていると思うんですが、中でもある只見線に縁が深い方のインタビュー記事を読んで感銘を受けたのが、只見線の復活を単なるブームにしちゃいけないっていうふうにおっしゃっていたのがとても印象深くて、やはり僕もこれを新しいスタートに只見線が末長く運行され続ける路線であってほしいなと思い、また何かの形で只見線に乗って僕なりのお手伝いの仕方で関わっていけたらいいなって改めて思いました。で、まとめになるんですけれども、今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメントと高評価、チャンネル登録お願いします。次回の只見線復活編は幕末に活躍したある武士に焦点を当てていきたいと思ってます。ぜひ楽しみにしててください。それではスズメバチが僕を睨んでますので早めに切り上げます。最後までご視聴ありがとうございました。怖い。只見線満喫号に乗った人向けに観光協会の方から記念品のプレゼントがありました。お水とパンフレットいただきました。